おはようございます。今日は3月の9日、今時間も11時なんですけど、ちょっと朝ごはん今日食べてなくて、まだけどちょっと今日はスキップしようと思って、お昼ごはんこれからちょっと作っていこうと思います。はい、今日はですね、ちょっとめちゃめちゃだけど、しかも見て、この人参も結構日にちが経っちゃってて、人参は大丈夫だけど芽が入ってきちゃってるんだよね。このコストコで買ったね、トルテローニだけ、これがまだあるんだけど1人前くらいしかないので、ちょっとスープにしようと思って、なんかポトフ風のスープにしようかなと思ってるんですけど、パスタもちょっと入れて、まあじゃがいもとかズッキーニとか野菜で、スープを作っていこうと思います。できました。今日このトレードで買ったクラッカーと一緒にちょっと食べようと思います。はい、ごめんなさい、めっちゃ時間経っちゃって、今時間がね8時5分で、さっき最後に更新したの12時ぐらいだと思うんだけど、お昼ご飯食べた後に外でもちくんと遊んでて、すごい天気良かったからね、今日30度ぐらいになった日だったので、外でもちくんと先生と3人でお昼休みに遊んでて、でその後ちょっといろいろやんなきゃいけないことがね、パソコンであって、それずっとやってて、結局今8時になっちゃって、まだご飯食べてないんですけど、ちょっとこれから下行って、多分さっき作ったパスタがまだあると思うんで、パスタスープね、子供たちが全部食べてなければまだあるんで、ないかもしれないけどあったらそれ食べて、ちょっと息抜きに今日はどっか出かけようかなと思って、どこ行くか分かんないし、まあ、8時なんであんまりね選択肢ないけど、ちょっと、どっか出かけてこようかなと思うんで、とりあえずご飯食べに下行って見てこようと思います。まだありました、やった。ちょっとパスタがね水分含んじゃってるけど、温めてよっ、これ食べようと思います。ちょっとカメラ持ってくの忘れちゃったんですけど、ちょっと返品するものがあったんで下げときました。とりあえず今日はこのトイレの詰まりを直すやつ、下水道の詰まりを直すやつと、先生今すっぽん持ってるんだけど、それと、あとはなんかあと30分もないかな、あと20分ぐらいターゲット空いてるんで、ちょっとうろうろしながら見ます。実は明日うちらの、多分明日だと思うんだけど、明日うちらのこう任天堂スイッチがね届く予定なの、だからちょっと今ソフト見てるんだけど、なんかリージョンフリーだから日本のやつも遊べるらしいけど、私ボンバーマンはすごい苦手なので無理だから、エルならワン・ツー・スイッチかゼルダ、ジャストダンスっていうのも気になるけどね、まあ、ダンスはしないかな。でもアメリカもねすごい売れてるよ、ほらグッズ類がもうほぼ空だよね。はい、使ってきました、カメラ復活。さっきねターゲットでねレジのところでこれがあったんで買ってみました。いつもこれの
なんだっけ、デュオってやつの片方がミントで片方がいちごのやつが好きで買ってたんだけど、これのウォーターメロン、スイカとリン、何これ、グリーンアップルとオレンジが入ってるやつ、これなんか確かコメントで前食べた方がいて、これ美味しくなかったって言ってたんだけど、言ってた気がするんだけど、スイカのやつって言ってたから多分これだと思うけど、なんかね、お姉さん、隣にいた、レジの隣にいたお姉さんが、え、これ私の旦那超好きでめっちゃハマってるって言ってたから、そうなんだと思って買ってみたんで、ちょっとね、食べてみよう。一個だけ。ちなみに中はこんな感じ。あ、すっごい香りが、いい香り。悪くない。うん、普通になんか柑橘系のミントですね。ミントっていうかタブレット、なんて表現していいのかわかんないな。うん、タブレット、ただの。うん、別にまずくはないかな。アメリカの味って感じだけど、うん、でもイチゴの方がやっぱ、イチゴのあのハーフミントのやつが好きですね、やっぱり。はい、ってことで今日はちょっとこれからね、まだ昨日のVlog編集してないので、これから編集して寝る用意してみようと思います。ということで今日のVlogこの辺で終わりにしようと思います。また明日のVlogでお会いしましょう。バイバイ。